多分魚だよ。おー、いいサイズ。おっしゃー、でかい、うりゃ、でかい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 、見てこれ、腹でかい、キーバン、キーバンナチュラルヒューロー、このカラーいいんだよな、シースルーでしょ、ゴースト系の、普通のメタルバイブじゃこのカラー出せないもんね、ナチュラル系で、しかもボワッと膨張色で最高の一本です。今の一本はね、結構いい感じで撮れました。まあ基本的にはリフト&フォールなんですけども、まあ、短いピッチで幅でこんぐらいかな、ボトムから、まあ基本的にはボトム近くにいるんでバスが、まあこの間でリフト&フォールさせるんですけども、こうリフトさせた瞬間のバイクですよね。で、まあ、何がいいかっていうと、キーバンすごく立ち上がりがいいんですよ。で、まあ、従来のメタルバイクだと、まあ、ボディがまあ金属系の、まあ、金属の素材なんで、まあ、全体が重いんでね、どうしてもこう立ち上がりに多少時間がかかっちゃう。でまあ、反面このキーバンに関してはすごくこうボディが軽いんで、こう立ち上がりのこうレスポンスはすごくいいんですよね。だからこうしゃくり上げた瞬間からもうブルブルっとバイブレーションしてくれるんで、まあ、その瞬間にガツッとこういくという感じで、まあ、見事にキーバンならではの一本という感じでした。まあ、サイズも大きかったし最高ですね。